分払う YouTube 猫です。あ、でかそうだ。そう、なんか声優オーディションっていうさ、そう、船長が企画やってたの。え、マジこれも私の大好きなさくらあやねさんっていう、そう、あやねるが出てて、え、本当に私船長のことを恨んだからね。本当にガチで恨んだ。あやねるとああやってなんか直接的にあの関わりを持つなんて許せない、許せない。船長マジでいいな。そうね、準備してるんだって。え、何それ。え、あやねるいんの。あやねる出るの。私もあやねると間接的にでも関わりたかった。出ればよかったってなった。バイバイ。